です。皆さん、今回は急ぎの時間です。私、去年ですね、渋谷区の方でエビチリの落書きシャッコを見つけるまでね、終われませんでした。失敗して。それであの罰ゲームが。そう、本来はこの学校で、はい、初詣に行く予定だったんですよね。そうそう、内崎宮っていうあのでっかい神社で、これで二人で行くはずだったんですけど、彼が渋った後に、能登半島地震が起こっちゃって、まあ、それでちょっとね、地震とかで暗いところなんで、見送ろうってことで、やってまいりました、今年、下通りハロウィン。ハロウィンでね。正確なんで罰ゲームということで今回はこれでね、ちょっといろいろコスプレされてる方がそうね、まあでも去年まで比べたらだいぶ少なくはなったかな。やっていくね、早速ね行こうと思います。そうですね、でもね、よぼ、はい、嫌とか言うな。いや恥ずかしいですけど、まあ楽しむぐらいですね。すべてね、そう、本当にということで、こちらがですね、10月31日の熊本ハロウィンのね、様子でございます。なんか例年に比べたらだいぶ少ないよね。どうです、なんか多分がっつりコスプレしたの初めてじゃない？こういうのは初めてですね。ちょっと全身映そっかね、こんな感じで、はい、どうですか今。こんな感じは嫌じゃないですけど、ね、外に出るってなるとですね、恥じらいもありますけども、もうね、せっかくなので楽しんでいきましょう。あなたどうです？え、あ、僕も、はい、僕もじゃあ映そうかということで、まあ、僕はこんな感じで、まあ、ほとんど一緒だよね。こんな感じで紐でね、エビ取りになってます。ここから先ね、アーケード街がぐっザってね、あるんで、行こうかなと思います。意外と被ってる人いや、いないよ、これは。僕たちさ、26なんよね。何してるよってなる。それ、そうそう、それってか、あれよ、それ言い出したらもう、まあもう言わさらか。何してますかって。うち実はですね、今まで言ってなかったんですけど、実は裏方のスタッフみたいな子は実はちょっとちょくちょくいまして、その子たちが誰も来れなかったんですよ今日。なんでね、まあ僕ら2人でね、今日はもうカビラを持って撮ってみたいな。そう、今年もね、熊本はクオリティ高い人いますよね。仮面ライダーとか、そう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 、とかあと戦隊のレッドとかもね、やっぱジョーカーとかも、はいはいはい、まあ、ジョーカーは、ね、結構熊本だと定番よね。そう、でも今年はまだあれいないね、あのダンダダンとかさ、ムカキンおじさんとか、今年流行った組はいないね、そういえば。あ、でもまだ早い時間帯なんで。そうね、はい、今ちなみに時間がだいたい夕方の6時くらいかな。6時になりました。6時だった。こっからね、熊本は人が増えてきますよね。あのね、熊本ハロウィンの特徴となりまして、熊本ハロウィンは福岡から規模が閉まる関係で、福岡から一部流れてくるんですよ。もうちょっと増えてくれるとね、私の恥じらい度もこう下がっていきます。でももう結構いるくらい、結構いる、結構いるね、結構ほらほらにいるいるいる。僕これのためにわざわざ脱毛サロン行って、で、なんで脱毛するんですかって言われて、ただ入れすぎということでいろんな人に絡んでいこう。ほんとハロウィンがきっかけでうち伸び始めたから、ハロウィンでフォロワーさんが増えて、そこから去年感謝祭として、まあ天岐阜配るって企画やって、で、まあ今年はエビチリの罰ゲームということでね。お腹空きましたね。いやー、まあ時間帯が時間帯だからね、空いてくるよね。この学校で食べるね、うん入っちゃう？そこで松屋ってあるんですけど、入る？これで？昼以来食べてないんですよ。ちょっと今ヒロポンがね、トラブル起こっちゃったんで、ちょっとね一人で話すんですけど、まあなんだかんだ言って僕8回目くらいかな、ハロウィンは。始めた当初はちょうど YouTuber さんの創世記とかくらいから撮ってるんですけど、ある意味こいつ恥ずかしい。だって今まで僕撮ってきたのって、まあ、YouTube 上げてたドラキュラ、まあね、次がスワットで、去年がサイバーパンクのちょっとお面とかそういうのやってて、で今年がエビドラキュラ、スワット、サイバーパンク、エビだよ系統バラバラだよね。しかもこれ多分過去一熱いさあ、ということで今ね、ちょっと色々トラブル起こったんで、今からとりあえずこの格好でダイソーに突ろうと思いますダイソー着きましたということで、今からダイソーにエビ入れします。つけてるバッグので、うん、そう、これはちょっとね、輪ゴムがないとダメみたいで、じゃあということで、いってらっしゃーいってなんかいる、ちょっと待って、ちょっと待って、でも見てよ、ヒロポンスタイル良くない？めちゃくちゃ。これで体重今何キロだっけ、ヒロポン？これで45、今45か、はい、いやすごいな、身長170、45キロって本当マジアニメとかの女の子のレベルだよね。男の抱く妄想の通りのまんまになると、皆さんこういう風な体になります。去年がその天岐阜10校プレゼント企画だったんですよね。フォロワー1000人が超えて収益から通り想定でね、タイミングがあったんで、結局ね10人ね集まって、結構ね早く集まったんですよ。あの時の、そう、去年の裏話なんですけど、去年あんだけ人数対応いたんですよね。対応いた中で
全く同じマスクでダブルっていう、あの、ね、去年の、あの、まあね、コスプレ多分ここら辺出てると思うんだけど、そこにね、これね、全く同じがいたの、熊本で。いたせいで、そっちを僕だと思い込んで話しかける方とかが結構続出しちゃって、かなりね、なんか僕探すの難航したりとかしてたみたいで。てかね、彼もね、あの10人目入りきれなくて回ってないですね。あ、それこそ大谷ハイブリッドさんと、そうそうそう、2人でこいつはね、メンバーが金高まってくんだ、ほんと企画をしてたからといってメンバーが来たらダメだもん。なんか結構彼、やるんだったら本格でやりたいって言ったんですよ。エビですよね、エビだって仕方でいいじゃん、エビチリからエビってなったんだもん。それでカニですよ。カニ、え、ちょっと待って、そういう問題、え、エビはダメなのにカニはいいの？だってカニの方が美味しいの。そういう問題じゃないの。あの、エビとカニでか、エビカニクスになってるわ。え、なに、え、お前食われたいの？食べられたいの？それは美しい店になるから。これは労働と思えばね、割り切れるぜ。かかることしか考えてません、この社員。どうしよう、もう。え、待って、ベジョータさんだ。すいません、え、ベジョータさんですよね。ベジョータだ。いけですか。俺がサイヤ人の王子だ。はめるんじゃない、どっちもな。熊本の、熊本のピクトカーさんのベジョータさんです。私は YouTuber の東松といいます。よろしくな。よろしくお願いします。えい、ありがとうございます。 YouTube なんですけど、上げても大丈夫ですか。ということで、熊本のあの方に実際にちょっとインタビューしてみようと思います。で、何のコスプレされてるんですか？新仮面ライダー。めちゃくちゃクオリティ高いですよね。キューポーズお願いします。おー、かっこいい。ありがとうございます。ね、女の子も行きたいね。そういうこと言わない。動画上で言うな。向こうにね、なんかね、なんだろう、提灯かなんか映ってるんで、ちょっと行ってみようと思います、今から。台湾祭って言って、あの、TSMC の関係の台湾のお祭りみたいですね。あの、デジモンの、ちょっと似てる色が、でもこっちに確実にやられそう。よっ。よっ。よっ。お、お、なんか、さあ、面白くなってきたぞ、この動画に。ダゴ級にいいよ、俺今日。うわ、ダゴ級だわね。オーマイゴー、オーマイゴー。ユートバです。アズマックスって名前で。アズマックス、はい、なんか聞いたことある。聞いたことあるぞ。聞いたことあるぞ。いや、あるて、あー、いいて、あるて、よっよっす。いいっすね、それ。ありがとうございます。ちょっとやっぱあれだね、8時近くとかになると人多くなるね。配信が伸びそうだ。今年ね、精子一人いた。精子の子一人いた。あの、真ん中にしながらで精子って書かれて、あの、白のタイツ一人いたね、そういえば。すごいのがたくさんいる。渋谷に負けてないぞ。あ、知り合いを発見しました。行きましょう。犬山さん、どうも、お久しぶりです。あ、お久しぶりです。お久しぶりです。あ、知り合いの犬山さんです。コスプレイヤーさんの。どうも、どうも、どうも、迎えました。そう、活動ね、3年目やってる。そう、初めての時からもうずっと毎年ハロウィーンで会ってる。だからね、毎年ね、何のコスプレするんだかね、今年何だろうと思いながら。かわいいと思って。そうです、今年は子供住んでってます。そうそう。はい、エビ。そうです、エビです。食っていい？いや、ありがとうございます。いいね。熊本のね、コスプレイヤーさんのレイヤーさんの界隈がありまして、猪木さんはね、そう、あの、レイヤーさんの界隈の方なんです。お菓子いただきました。え？何のコスプレ？こっち見て。かわいいやろ。顔死んでるぞ。死んでるよ、それ。どうも。今日はチミーとピカチュウですね。もう一人で二つ。そうです。いいね、いいね。イエーイ。楽しんでください。はい。またね。またね。できたね。イエーイ、あ、なんかインスタとかやってるんですか？やってますよ。フォローしちゃってください。 ありがとうございます。ということで、ヒヨポン早速男性のインスタをゲットしました。男性をゲットしました。ね、まさかの YouTuber と写真撮りたい方、ドームドームだ。激ティスター。あー、なんでだ。2人2000円オッケー、あの、僕の金で2000円貸して。4杯飲んで。4杯4杯2杯ずつ。
テキーラいっぱいでした。イエーイ。じゃあ、テキーラいただきます。お疲れ様です。イエーイ。あのひょっぽんさん、ちょっと楽しんでみたいですけど、こちらの動画、去年の罰ゲームだということを忘れてないでしょうか。いやいやいや、それはもちろん、まあこの格好でね出回ってる時点であれですけど、まあ、罰ゲームということで、今から知り合いのところにこのシューターを晒しに行こうということですね、はい、じゃあ行きましょう。知り合いのところ行きましょう。レッツゴーということで、いつもお世話になっている熊本ジャンゴさんに来ました。今からここにこの格好で突入ります。大丈夫ですか。うん、あ、僕は明日そういうのか。レッツゴー。撮影許可はいいんですか。そういうの撮りました。あ、撮ってんだ。こんばんはーす。去年エビチリっていう動画を出してて、もう落書きをシャッコ見つけきれなかったから、それで、あ、それ見た、その動画見た。そうです、そうです、それの罰ゲーム動画がこれなんです。40個ぐらいは見つけたんだけど。43ですね。はい、ということで、皆様本日はいかがだったでしょうか。現在アズマックスチャンネルは、チャンネル登録者1万人を目指して、不定期で撮影を行っております。ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。ということで、また次の配信では参りましょう。じゃあ最後にエビといえば、ここで笑おうと思います。せーの、エビ。朝リードじゃないよ、これは。そこがちぎれちゃったんで。本日の動画がいかがだったでしょうか。僕たち風がすごいです。走っていきましたけど、アズマックス、そしてヒロポン X インスタグラムやってますので、ぜひぜひフォローの方よろしくお願いします。というわけで、またまた次の動画を見ていただけたら嬉しいです。それじゃあ皆さん、アディオス。